ようこそ、ギターと妄想じゃないそうですということで、乃木坂 4.6 時間テレビ終了しました。皆さんお疲れ様でした。約5時間のね、生放送だ、生配信だったと思うんですけども、皆さんお疲れ様でしたということで、いや、めちゃめちゃ良かったですね。僕もしっかりね、4.6 時間見させていただいたんですけども、テンスバスラー直前ということで、そのテンスバスラーのリハスタジオから、こう生配信というね、感じだったと思うんですけど、こうヒット祈願のね、今までのヒット祈願の歴史を振り返ったりとか、あとバラエティ企画振り返ったりとか、で、まあ、その 4.6 時間テレビのね、中でも実際にやったりとかね、そのバラエティの企画をやったりとか、あとあのフラッグね、そうテンスバスラーに向けてのウェルカムフラッグだけをみんなで作ってたりとかねしてたと思うんですけど、まず MC 良かったっすね。まあ、MC が結構ねこう変わって、2人1組でね、まあ、46時間テレビと同じような感じで変わってたと思うんですけど、結構今回さこう珍しいペアが多くてね、そうあのタマちゃんとサクちゃんとかさ、アスカちゃんとヤクボちゃんとかね、結構珍しいペアが多くて MC めちゃめちゃ良かったなと思うし、まあ、やっぱタマちゃんの MC ね良かったっすよね。めちゃくちゃおもろかったしね。あとヒット祈願ね、そうヒット祈願やっぱ今回 4.6 時間っていうさ長い時間だから、こう一つ一つのね、そうファーストシングルから全部振り返ってたと思うんですけど、こう一つの一つのヒット祈願をがっつりね当時の映像とともにね振り返ってたんで、そう改めてねこのヒット祈願、当時のさヒット祈願の映像を見て、今までのヒット祈願の映像を見て改めてこう感動したりとか笑ったりとかもしたしね。あとバラエティ企画のところではカエルめっちゃ面白かったですね。そうカエルめっちゃ面白くて、まず乃木坂小路中のねあのカエルの映像流れて、その後水木かな、 MC の水木がアルノちゃんにさコメントを振った時に、まあアルノちゃんはねその爬虫類飼ってるみたいな感じでさ、そう僕もねそれ知ってたからさ、そういうコメントするんだろうなって、あ爬虫類好きですみたいなコメントするんだろうなって思ってたら、まあそういうコメントもしたんだけど、その後にねあのよく口に入れたりとかで、およく口に入れるみたいな、もう予想をはるかに上回るねあのコメントをねアルノちゃんがしてて、アスカちゃんもねすごい顔してたけど、もうめちゃめちゃ面白かったし、でも実際ねそのカエル登場して 4.6 時間テレビでもねあの登場して、でゲームをねこうしてて、あの川崎さくらちゃんね、サクタンが持つことになったと思うけど、ね、サクタンねいきなりでねめちゃめちゃ頑張ってたし、あとアスカちゃんがねこう葉月にこうカエルやられてるところめちゃめちゃ良かったなって、ね、可愛かったなっておもろかったなって思ったんですけど、このカエルのところねめちゃめちゃ面白かったし、あとあの組体操のねやつとかも、まあ、全部面白かったんですけど、ね、組体操のミックおもろかったね、ミック逆立ち頑張ってておもろかったなって思ったし、まあそういうそうあのミックとまあアルノちゃんとかも全員そうですけど、その5期生がね今回こうなんていうんだろう、こういうさこう全体のイベントというか、その乃木坂のね、全体のイベントにこうしっかり参加して、まあ、当たり前なんだけどね、乃木坂46にね加入したから当たり前なんですけど、こう先輩メンバーたちと一緒にこう参加してる様子とかもめちゃめちゃ良かったなっていう、そう、まあ、あとビブスね、そうビブス着てたのがねこうリハ感あってというかさ、こうリハスタジオから感があってすごい良かったなっていう、5期生は白いビブスで、他のメンバー紫のねあのいつものビブス、いつものというかのビブス着てで生配信してたと思うんですけど、そういうところも良かったなと思いました。でも最後はねこう全員でさエンジンで、そうエンジンで、終わるみたいな感じだったんですけどね、全員でこのエンジンもねめちゃめちゃ良かったですよね。このエンジンで終わるっていうのもさ、そのテンスバスラに向けてみたいなさ感じがしてすごい良かったなっていう、まだちょっとご規制はね慣れてない感じだったけど、エンジン良かったなっていう、まあね、今日何人かこういないメンバー、ヨダちゃんとかサツキちゃんとかいなかったかなと思うんですけど、この 4.6 時間テレビね本当最高だったし、まあ、これを見たことでよりねテンスバスラが本当に楽しみになったなっていう、1週間後ですからね、いよいよウェルカムフラッグ、フラッグ今回ね完成したフラッグはその日産スタジアムの近くの新横フッフットボールパークだっけ、ちょっと間違ってたすいません、あの日産スタジアムの近くのところで展示されるみたいで、他にもいろいろね展示されるみたいなんで、会場付近もねすごい盛り上がりそうだなと思いました。はい、ということでね本当最高の 4.6 時間だったなと思うんで、まあ、ぜひねあの見逃した方とかその見てない方はね、この放送終了後10日間は無料でねこれ見れるみたいなんで、ぜひぜひもう全部見た方がいい、長いけどね、長いけど全部見た方がいいと思うんで、ぜひぜひテンスバスラ前にね見てください。まあ、あとね見た人ももう一回ね見たかいとかいうのは10日間は無料で視聴できるみたいなんで、ぜひぜひ見てね、いよいよテンスバスラ1週間後ということでね、めちゃめちゃ楽しみだと思います。ということで今回これで終わりたいと思います。ぜひこの動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやってるんで概要欄からフォローできるんで、そっちのフォローもしてくれたらめちゃめちゃ嬉しいです。バイバイ。あとさあの CM 前の Q カットのなぎちゃん一番可愛かった。